でもズノプロです。よろしくお願いいたします。いやー、まさか、こんなね、私は幸せ者なんだなって思う日がね、来るなんて、思ってもいなかった。何があって、銀魂ザ・ファイナルっていう映画が最近公開されて、それ記念で、サンシャインプリンスホテルっていうところと、銀魂がコラボして、コラボルームっていうものがね、限定でできてたんですけど、まあ銀魂って人気だね。何ヶ月前からもうね、毎日のようにチェックしても全部屋埋まってて予約取れなかったんだけど、銀魂 PR っていうねツイッターをこう見てたら、追加ルーム入りましたみたいな感じのツイートしてて、でもそのツイートが4日前とかだったので、私が東京に行くそれも4日前で、終わったなって思いながら見てみたら、東京に行くって決まってる次の次の日のホテルが空いてて、予約しようと思って予約しました。空いてる部屋が偶然にもツインルームだったんですけども、いかがわしいことはございません。銀ちゃんとあるかもしんないけどねとか言っちゃって。でね、今回初めてコンセプトルームっていうのに泊まったんだけど、それのね、正直にレビューをしていこうかなって思います。まずコンセプトルームに入った時の映像がこちらです。ドアのところにね、銀魂ハイスクールって書いてあって、え、ハイスクールって感じじゃん。そう、今回銀魂ザファイナルのコラボなのに、銀八先生のコラボルームだったんよ。で、中に入るともうすぐね、こんな感じでバーン、すごくない？部屋一面に銀魂のキャラたちのね、ポップアップがされておりまして、限定グッズとかクッションカバーとかも全部銀魂仕様になってたんですよね。あ、ちなみに皆さんこれ知っていますか？青い布のやつ。なんかホテルのさ、ベッドってさ、シーツの上に長細い、よくわかんない布みたいな被さってるじゃん。汚れた格好のままでも座れるようにっていうので入ってるらしいですよ。はい。銀ちゃん。いやね、見て、このほぼ等身大のパネルもね、こうやって貼ってあったんだけど、めちゃめちゃいいよね、この顔。マジ坂田銀八って感じ。で、ウェルカムボイスっていうのがあって、受話器でね、とあるボタンを押すと、そのウェルカムボイスってやつが聞けるっていうのがあったんだけど、聞いてみたら、銀魂ザファイナルなのに、全然関係ねえじゃねえかって思った。そこのお前ら、黙っとけみたいな、銀ちゃんの声が聞こえたの。もう幸せだよね。個人的にいいなって思ったのが、ミニキャラたちのね、寝てる姿がすごい個性豊かで、相互はペンをね、落としたまま寝てるんだけど、横の土方さんに落書きしてて、ちょっと土方さんは寝づらそうだなって感じになってたり、カグラちゃんとね、カムイがね、二人ともよだれを垂らしたまま大の字で寝てるっていうのもまた可愛い。銀ちゃんは先生なりにね、木刀を持ちながら見守りに行くっていうのはまた素敵だなって。あら可愛い。もうこれ剥がして持ち帰りたかったもん。でもね、この銀八先生もね、めちゃめちゃいいなって思って、めちゃめちゃ写真撮ってきちゃった。で、この相互がね、枕にね、石を詰めてるんだけど、それを土方さんが頭の上に乗ってて、マヨネーズがこうかかっててっていう、よくわかんない構図になってました。サービス券みたいな感じなのをもらえて、銀魂コラボの部屋に泊まった人は、ドリンクもらえるって聞いてたんだけど、プチプレートみたいな感じでデザートももらえて、食べてきました。ドリンクは美味しかった。ドリンクは。で、そのドリンクとセットでね、このコースターもいただきました。銀魂ハイスクールって書いてある。これのこのこ量なんじゃない？ほんで、池袋の近くに丸いっていうね、ショッピングビルみたいなものがあったんだけど、その日までギリギリに丸いと銀魂コラボみたいなのがやってて、そこもね、ちょっと行ってきたんだよね。銀魂全巻が並んでたり、実写版銀魂の衣装とかも飾ってあって、本当に今回運命力高かった。これも一緒に写真撮ってきました。マジで急いで行ったから髪ボサボサ。でもなんかさ、私ちょっとさ、黒目のワンピース着てるから銀ちゃんと服合ってていいよね。どう？みんなどう思う？私はいいなって思った。見て！夜景とかめちゃめちゃ綺麗だったの。私が泊まったのがね、34階ぐらいだったからマジで高くて、こんな高いとこで泊まれる機会なんかなかなかないからさ、めちゃめちゃ写真撮ってた。で、寝る時はね、この銀八先生のクッションと一緒に寝たりだとか、めちゃめちゃ堪能してきました。ドリンクサービス券と一緒にサンシャインプリンスホテルの中で使える5000円チケットみたいなのがもらえたから、5000匹で泊まれますよみたいなプランだったんだけど、なんかね、そこはねちょっとね、私的にはまあちょっとねひどいなっていうとこがあって、ご飯のとこはねポタちゃんと一緒に行ったんだけど、ホテルのフロントの正面にお店があったんだけど、そこに行ってデザートフェスタっていうのがやってて、でちょうどポタちゃん今日めっちゃスイパラ行きたい気分みたいな言ってたから、え、めっちゃ運いいじゃんっつって店員さんに空いてますかって聞いたん。めちゃめちゃなんか切れた対応されて、いや
待ってくださいみたいな感じで言われて、私たちの方が先に行ってたのに他の人案内し始めたんで、で待ってくださいって言われてたから、そっから10分ぐらい待ってたの。さあ10分後ぐらいに、予約の席でいっぱいなんで今日は入れないですって言われて、え待った意味なくないみたいな。二人でちょっとね機嫌悪くなりながら、じゃあ別の店行こうって言って地下に降りて他の料理のとこに行ったんよ。でめちゃめちゃ美味しそうな店あったから、あじゃあここにしようって言って入ろうとしたんだけど、いいホテルだからかわかんないんだけど、普通のファミレスだったらさ名前書いて呼ばれるまで待つみたいなシステムあるじゃん。なんかそういうのがなかったから、会計してるおじさんにここっていつ開きますか聞いたん。いつ開けますかって言われたら、いつ空席開けますかって意味ってわかるじゃん。なんになんかめちゃくちゃキレながら、開いてますよねって言われて、うえみたいな、誰なの怒るのみたいな感じで、ホテルの人の対応は良かったんだけど、ホテルの周りのレストランの対応は結構地獄みたいな感じで、若い男女っていうのがねアウェイすぎたからなんかなとも思ったけど、アウェイだったとしてもその銀玉コラボで行くのって若い人じゃん。アウェイではないはずないよ。うちらもね別にそんな、なんでここ開いてないんですかみたいな感じで聞いてなくて、すいませんここっていつ頃開きますかみたいな、本当に下手で行ったんだよ。なんなんかそんな感じでやったか、ちょっとさこっちもさはみたいな。でその時もまた、あ待っててくださいみたいな感じで投げやりで言われたから、二人でさええみたいな感じになりながら、もう帰ろうって言って、そのままねサンシャインビルに入ってイタリアン食べてきました。コンセプトルームに泊まった人限定のグッズがあるので、ちょっとそちらをね開封していこうと思います。私はね銀魂のエンディングのねさよならの空っていう曲がめちゃくちゃ好きで、銀八先生の卒業式のね様子を描いたエンディングだからね、めちゃめちゃ泣けるの。本当にいいからみんなに聴いてほしい。クワイっていう人のねバンドのね曲が全部好きで、全部持ってるの。本当にめちゃめちゃ好きなんだけど、今活動してないからさ、いい歌とか歌う人なんでもったいないなって個人的には思ってる。まずこちら、もしかすると銀魂高校の指定体操バッグなんかな。いやーでもねペラペラめちゃめちゃペラペラだね。顔見えるんじゃない、私の。私からこれカメラ見えてる。あホテルの匂いする。そしてメインの3人があしらわれてる缶バッジ、いい表情だね。正直思うんだけどさ、最近の銀魂の作画私あんまり好きじゃなくて結構不安定じゃない。でもこの作画私好きな銀魂の作画だから嬉しい。他のアニメの人でもさ共感してもらえると思うんだけどさ、作画安定しないコラボとかあるじゃん。コラボしてるっていう嬉しさはあるけど、作画微妙だから若干ちょっと引きずるなみたいなとこあるよね。そしてこちら、これなんかさ最近アニメグッズで増えてない、ルームキーのなんかつけるやつかな。ホテルっぽくていいね。これも銀魂ハイスクールって書いてあって、エリザベスとジャスタウェイが書いてある。止めるとこがねちゃんと星型になってる。このグッズマジで最近増えてるけどさ、なんかなんなんかね、何の流行りなんかね。そしてじゃじゃーん、銀八先生の安眠祈願のエマ安眠祈願のエマってやばくない？最近さ DM で視聴者さんからさ、ちょっと最近不眠だからどうしたらいいみたいな感じで書いてあったから、私がここで安眠祈願しとくね。眠れ眠れ、よし、これでみんな安眠できたことでしょう。まあ、眠れない人はね、いつもこの動画を見て、私のこの眠れっていう声を聞いて寝てください。っていうね、グッズが3点ついてました。まあ、個人的にはね、たくさんね、等身大の銀ちゃんと一緒に寝れたし、しかもその日私の推しがね、配信してたから、それを聞きながら寝れたし、めちゃめちゃ満足でした。ってな感じで、初めてのコンセプトルームのレビューでした。いやー、マジで本当に運命力が高かった。いやー、楽しかった。というわけで皆さんもぜひコンセプトルームがあれば早めに予約戦線に入りましょう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画に少しでも楽しめたならよかったって思っていただけたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄にゼノプログッズとゼノプロのテーマソングバイタリティの URL も貼ってありますので、わーい。待っても